本日はご対応のところを多数ご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。2016年度の通常総会における代表管理所見を用意させていただきたいと思います。経済同友会は新進気鋭の中堅企業人有志83名が集結して誕生をいたしました。そして明後日4月30日に創立の70周年を迎えることとなります。今回は設立時に荒廃した日本経済の再建というのと日本経済の民主化という2大目標を掲げております。そしてこの70年間を通しまして日本の経済社会の発展と企業経営の改革に大きな役割を果たしてまいりました。しかし我々は再び終戦当時に匹敵するほどの激変期におります。くしくも前代表幹事の長谷川さんも私もちょうど70歳というのが今年になりまして、まあそういうところで大変な、まあ、変革期といいますか終戦当時に匹敵する変革期にあるんだという、まあ、認識を我々も持たざるを得ないんですが、グローバル化、IT 化、ソシャル化というこの3つの大きな、まあ、キーワードのもとの世界変革の加速と相まちまして、技術革新の当然加速と相まってですね、本流となりつつあります。この3つのうねりといいますか、社会基盤、社会構造、そして社会規範さえも大きく変えていくというそういう状況にあるという認識を持っておるわけですが、まあ、この本流にきちっと捉えていけるのか、押し流されてしまうのかという、まあ、そういうニヤニヤのようなんだと思います。1年前、ちょうど1年前、私の代表幹事就任挨拶の中で、過去の延長線上に未来はないという意識、危機感を皆様と共有させていただきました。同時に戦後の70年間をジャパン 1.0 と位置づけまして、2020年を境にしてジャパン 2.0 が始まるんだと思います。ジャパン 2.0 を目の前にしてまず取り組むべきことは新たなる持続可能な社会の姿を超長期的な視点で描くことだと思います。国家100年の経営の思いを持って例えば30年後である2045年頃の経済のあるいは社会の国家の地球の目標を定めます。バックキャスティングでその実現を目指していくことであります。そう考えますとジャパン 2.0 が始まるまでの準備期間、まあ、ちょうど5年ある非常に貴重な時間でありまして、残り5年弱のうちに自己自身のあるいは自社自身のあるいは自国の改革を進めていかなければならないと思います。この激変期をうまく乗り越えられるかは第一にリアルとバーチャル、第二に付加価値と効用、第三に個と集団という関係性、この変化を的確に捉えまして我々が目指す社会の姿に道筋をつけなければならない、道筋をつけることに全てはかかっていると思います。2021年から始まりますジャパンバージョン 2.0 の推進役は間違いなく若者でございます。果敢になおかつ俊敏に挑戦する若者世代が主演し、知識と経験が豊かな高齢世代の方々が助演する社会を念頭にお話を展開していきたいと思います。先ほどのリアルとバーチャル、付加価値と効用、個と集団というこの3つの関係性でございますけれども、過去と未来を考えますと我々は今まさに変局点にいるという実感をいたします。第一に物に代表されますリアルな
重さのある経済とネットに代表されますバーチャルな重さのない経済、この関係性でございます。改めて簡単にその概念をご説明申し上げますが、日本経済は製造業を起点に明治以来ここまで発展してきたわけでございますが、今後グローバル経済の付加価値の比重は物からサイバーに移行していくものと考えています。物の時代でも付加価値はトンからキログラム、グラム、ミリグラム、マイクログラムへと軽量化の方向に、まあ、シフトをしてまいったわけですが、サイバー空間の時代には重さのない情報が付加価値を生むことは我々日々のビジネスの場面で感じているところでございます。私はこれを Z イコール A プラス BI と言っておりますが、 A はアトム、 B はバイト、ビット、あるいは、まあ、I はインターネットの I であると同時にイマジナリーナンバーと言いますか、虚数の I でございます。これが2021年以降の世界をうまく表現しているのではないかと思っております。学生の頃に習いました複素数って言いますか、複素空間も思い出していただきたいと思うんですが、この Z の大きさ絶対値 Z はルート A 事乗プラス B 事乗で表すことができると思うんですが、これは経済の大きさっていうのは重さのあるリアルなものや物質だけではなくて、重さのないバーチャルなことや情報も大きさとしてカウントできることを意味をいたしております。そういう意味で過去と未来につきまして、例えばコンピューターについて、考えてみますと、文字通り電子計算機というのはかつては電子的に計算する機械から始まっているわけですが、記憶する機械、思考する機械へと発展をしてまいりまして、ここで意思を持つ機械へと突然変異的に進化する可能性が出てまいりました。また情報やデータについては平均値の算出は大量生産、大量消費、ロングテールの不足は価値観の多様化など時代に即して付加価値の源泉になってきたと考えています。これにここに来ましてリアルタイムかつ全量データの把握分析が技術的に視野に入ってまいりました。これによって人間の深層心理や本能に由来する未知の事象、自然科学の規則性の発見とその活用可能性など、特にバイオテクノロジーの分野を中心にしまして未開のフロンティアが大きく広がっていくことと思います。まさにこれがリアルとバーチャルの関係における変局点で、経済活動は大きく変化しつつあると言えるかと思います。バーチャル経済の分野では米国発のベンチャービジネスが先行してプラットフォームや社会インフラとして圧倒的な基盤を築いております。これから日本企業が巻き返しを図ってリアル経済とバーチャル経済との融合や相互作用をうまく利用することがポイントになるのではないかと思います。第4次産業革命の到来を視野に取り付いたばかりのシェアリング経済や、もともと我々が得意とするサーキュラーエコノミーといいますか、グリーン志向の循環経済で日本が世界をリードすることは十分可能かと思います。第2は成熟経済化で顕著になる経済活動の本質となります部分で、付加価値と効用の関係性でございます。一般的に付加価値は企業等が生産過程で生み出した価値でありまして、効用は人々が商品サービスを消費する際に得られる満足の度合い、あるいは使用価値と、まあ、理解されておりますが、主要な経済統計である GDP は付加価値の相場でございます。これは物質的に充足することで人々が幸せと感じる状態では適切な尺度でございます。しかし物質的に満たされた状態、イノベーションの加速でより良い商品サービスがより安価で次々に提供される状況では、
GDP だけではなくて、雇用というメトリック、すなわち測定基準がなければ、経済の実態を把握することができなくなっているのではないか、そういう思いがいたします。GDP 統計は政府の極めて重要な政策の立案と実行に用いられております。例えば、経済成長の目標になっている、消費税を上げるか上げないか、あるいは衆議院解散にも少なからず影響を与えるというような大きなメトリックでございますが、経済統計が抱える価値と価格の乖離、こういう不完全になっているそういう弊害はもはや無視しえないほどに大きくなっているのではなかろうかと思います。また限界費用ゼロや無料のサービスが既存の有料サービスを代替することが身近なところで増えております。有料サービスが縮小消滅した分だけ GDP は一見小さくなるわけですが、他方無料サービスは GDP には計上をされません。ただ人々の満足度や利便性が大きく向上していることは間違いございません。さらに世界における若者世代の変化を見逃すことはできません。昨年12月に今回が派遣いたしました米国ミッションは未来を予感するさせる大変興味深いものでございました。米国でミレニアル世代と呼ばれます1980年代90年代生まれの多数の若者と面談したわけですが、彼らはデジタルを駆使して膨大なデータを活用し、仕事の選択に際しては自分が働く組織の社会性とそれにどれだけ自分が貢献参画できるのか、あるいは投資家としては投資がもたらす社会や環境への影響を重視し持続的長期的な価値を重んずると、こういう価値観に沿って、判断行動し始めているようでございます。また彼らは例外なく物より行動の方向性に価値を見出しておりまして、物はステータスではなく道具に過ぎないという考え方を持っているそうでございます。ミッション報告書はミレニアム世代がもたらしつつある価値観の変容はこれまでの格差を中心とした経済社会の矛盾に対する反動であり、それゆえに世代や地域を超えた影響力を持っているのではないかと指摘をしております。豊かな時代に生まれた今の若者には大きな会社に入ってたくさんお金を稼ぐことよりも社会そして世界を変えることが最大のモチベーションになるという人が増えております。まさにこれが付加価値と雇用の関係における転職点で、人々の満足度は大きく変わりつつあると言えるかと思います。そして第3は個と集団の関係性です。これには国家と世界、市民と議会、経営者と企業、地方と国などさまざまなバリエーションがございますが、特に個と集団における個、すなわち人に着目しながら考えていきたいと思います。国家間の枠組みについてでございますが、昨年 COP21 パリ協定と TPP 協定の交渉がそれぞれ会期を超えて議論をし合意したことは画期的でございました。今はもちろん各国から集まった交渉責任者の強い意志に大変勇気づけられました。しかし TPP については残念ながら今国会での承認が見送られることになったわけでございますが、変革の機運が後退するようなことがあってはならないと思います。次に政治の分野では、数年前は何も決まらないねじれ国会を我々は憂慮していましたが、3年4ヶ月前の安倍政権発足を機に政情は変わりました。夏の参議院選を前に民進党の誕生や共産党も含めた野党協力の動きがございますが、ぜひ政策本位で選挙戦に臨んでいただきたいと思います。さらに改正公職選挙法による選挙権年齢の引き下げを契機に18歳、19歳、そして20歳代、30歳代の若き一票が政治を変えることに期待をしております。なお米国大統領選挙の候補指名争いは、民主党はヒラリー・クリントン、共和党はドナルド・トランプ氏が優勢となっております。
トランプ氏はその母性と発言力で注目を集めておりますが、地位を決するのは政策論争、これ米国大統領は、まあ、同盟国である日本、そして世界に与える影響が極めて大きいわけでございますが、今後の大統領選を注意深く見守っていきたいと思います。まあ、今度集団というのに、まあ、かけて、述べておるわけでございますが、企業経営の分野では日本企業は M&A やコア事業を買収してノンコア事業を売却するといった選択と集中がまだまだ、不十分で、ございます。我々自身が経営者の心の内なる岩盤を打ち破っていかなければならないと思います。一方、海外では大胆な M&A 案件はマイクにいいものはございません。昨年、世界最大の製薬会社を目指したアメリカのファイザーとアイルランドのアラガンが合併に合意したことを発表いたしましたが、今年になりまして、米国が節税目的の M&A に対する新しい規制を導入することが決定した結果、両社の合併は、まあ、撤回されることになったわけですが、オバマ大統領が記者会見で述べた、アメリカには富裕層や大企業だけが使える抜け道があるという言葉に彼の強い意志を感じるわけでございます。多くの日本企業の経営者は日本で増税すべきと考えておりますけれども、今回の件は企業の社会的に対する責任に対するグローバル企業の経営者の認識に一石を投じたのではないかと思っております。もう一つ、地方創生に見られます地方と国の関係も含めまして、まさに個と集団の関係における変局点で社会のさまざまな枠組みが多く変わりつつあるということができるかと思います。なお、医療介護では地域医療連携推進法人、すなわちいわゆる非営利ホールディングカンパニー制で、まあ、統合一方と施行、7つと8つの病院が一緒になるという、そういう統合一方では施行しているわけですが、電力自由化の一方、エネルギーを見ますと、エネルギーの地産地消化、すなわちシステムの分散を施行しております。このように最適化を図るために、個々にダイナミックな統合と分散が始まっているというのが、この21世紀の現状ではないかと思います。改めまして、我々は今、財政の悪化、少子高齢化、人口減少、それにグローバルアジェンダなどさまざまな課題に直面しておるわけですが、持続可能な経済、社会、国家、地球の構築というのは勝利の急であります。2020年までの激変期を乗り越えまして、2021年から始まります、まあ、我々が勝手に定義しているわけですが、ジャパン 2.0 という、これを、まあ、最適社会と、こういう今、とりあえず名前をつけて、我々がその絵を想定しながら描いていくということを、まあ、提案をしたいと思うわけです。持続可能な経営を実現するために、まあ、私自身、それなりの改革を行ってきたわけですが、その行う中でエコノミックスの部分とテクノロジーの部分とサステナビリティの部分という、この3次元という形に分解しまして、取り進めてきたわけですが、この同友会の代表幹事、これ1年間、考えた中でですね、民間主導の経済社会を基盤にした持続可能な社会の構築について、どうその基軸を築いていけばいいのかという中で、まあ、エコノミクスの部分とテクノロジーの部分とサステナビリティ、こういう3つ、この3次元を用いての政策を評価して国家価値の最大化を目指すという、こういう最適化の社会、この実現を主導していこうと、まあ、そういう決意をに至ったわけでございますが、これを簡単にこの3次元についてですね、我々が今直面している課題、そのような要素が複雑に今絡み合っている、この辺の最適化を求める、一つの提案をここで、行おうと思います。
GDP を代表とするそういう X軸と、国の新しいテクノロジーを創出する方向と、もう一つは CO2 の削減、地球環境の問題、まあそういった非常に長期的な問題、あるいは格差の是正、社会保障の継続性等々含めて、まあこういう3つに分解して、これの最適化したものが一つの国家の価値だと思いますが、国家の品格といいますか、まあそういった形で議論が進んでいくと、ある意味では分かりやすくまとめやすくなるのかなと思っておるところでございます。新規体、企業も新規体、体っていうのは儲けること、ROE、資本効率を上げるということで言えば X 軸、これが体なんですが、やっぱり新っていうのはその100年オーダーのブランドなり、あるいは企業としてのそういう社会性といいますか、コンプライアンス、そういうのは絶対軸で、技っていうのは当然テクノロジーといいますか、イノベーション、そういう企業も新規体で、それを演繹していきますと、国家も新規体という形で国家の品格といいますか、国家価値っていうのは一つこう考えられるんではないかという、ご提案でございます。だいぶ時間も空いておりますが、いずれにしましても、このレベルを夏ぐらいまでですね、皆さんと議論として、それぞれの委員会で、X 軸に関わる、あるいは Y 軸に関わる委員会、Z 軸に関わる委員会と集合してですね、夏から秋にかけて大きな策としてまとめて、11月の21日の、経済同友会70周年の記念式典の後期にですね、その辺をまとめて発表をしていきたいと、こう思っております。それに先駆けまして、早速明日、4月29日でございますが、代表幹事ミッションということで、イスラエルに向けて、出発をいたします。IT と、サイバー、ご存知のように、バイオテクノロジーと遺伝子工学、この辺で異彩を放っておりますスタートアップネーションであります、イスラエルを訪問して、先ほど申し上げました、バイジクといいますか、イノベーションの実況に、非常に主導的に、進んでおりますイスラエルの産官学、この辺のあたりの意見交換を行っていく予定でございます。5月からはまた政策委員会活動が本格的にスタートいたしますし、6月にスタートアップミーティング、7月には夏季セミナーを開催いたしまして、その後同じく中国、あるいは9月にはアメリカを訪問するという計画でございまして、2016年度は経済同友会の総力を挙げまして、活動を展開をしてまいりたいと思います。会員の皆様には今後とも積極的なご参画、ご支援、ご協力をいただきまして、11月の21日にまた皆さんお集まりいただいて、その辺の議論ができればと思っております。今日は本当にお忙しい中、雨の中をお集まりいただきましてありがとうございます。